すまないな。これで取り付けがはかどるよ。よろしいのですか？わざわざ当事者でもないエンタープライズ様が自ら工事のお手伝いなんて。本当よね。鉄血にプレッシャーを与える手段としては最良よ。エンタープライズさん、この倉庫を建て替えるのは我々がやるべきことですので。いいんだ、私が好きでやっていることだ。ユニオンの英雄ともなると日曜大工もお得意らしい。そうみたいだ。意外と面白いな。ビスマルクも釘の一つでも曲げずに打ってみたらどうだ。一日中閉じこもってセイレーンの研究をするより面白いぞ。釘を刺すのが得意な女子にはかないそうにないので、慎んで辞退させていただくよ。まあ、もうこんなに出来上がったのですね。ええ、元の倉庫より立派になっていると思います。もう壊していただいて結構だったくらいですよ。おまけに鉄血だけでなく他の陣営の皆様にも手伝っていただけて感謝感激です。山城くん、そこは工具が散らかっているから危ないよ。え、危ないってどこがでしょうか。うわ、滑った。おっと、大丈夫か。おかげさまでビスマルクさんに支えられて平気です。王子様みたい。怪我がなくて何よりです。ビスマルクもお手柄ですわ。見て見ぬふりはしないさ。時々見なくていいものを見つめたりするのが難点だ。さて、誰のことかな。はい、喧嘩なさらないで。大変なの。どうしたの。それがリゾート上にセイレーンが現れて。なんだって、またか。でも本当に問題なのはセイレーンが出たことじゃなくて。みんな、キューブ集めはいかがだったかしら。演習を通じてたくさん集めてくれてどうもありがとう。どうしてお礼を言うのかって、このキューブはもともと私たちのものだったの。嘘だと思うなら、ほら見て、私たちもこんなに持ってるわ。キューブを返せと言いたいところだったんだけど。すでにとってもたくさんあるから。本当はね、いずれあなたたちに何とかして渡そうと思ってたのよ。思いがけず機会が訪れて、半分は感謝しているくらいよ。セイレーン艦から流出したものを演習の種目に据えるとは、なかなか知恵が働くよね。獣王の皆さん、そしてキューブの本当の正体は、他のみんなを連れてきたの。ありがとうございます。オブザーバー、もうデタラメを言うのはやめてください。この人数が相手なら。いいえ、デタラメではないわ。それに私の目的は戦闘ではないのよ。よく聞いて、このキューブはあなたたちを映す心の鏡。力のある兵器を生み出したいと願えば願うほどその通りになる。欲望の心に比例してね。兄弟さんはちゃんと世界中が目の当たりにしたよな。ビスマルク、いい演目だったよ。あまり混乱が起きてないのは不満だけどさ。ご期待に添えず申し訳ないな。なんだ、何を言っている。いずれキューブの真実がバレる。ならばせめてタイミングと演出をこちらでやりたい。ビスマルク、あなた。キューブ一つでどれほどの破壊兵器を生み出せるか、それは他ならぬあなたたちの手にかかっているのよ。世界を守るも壊すもあなたたちのさじ加減一つ。
運命の岐路に立っているの。素敵じゃないかしら。なっちまいなよ悪魔に。もう種は十分にまかれた。ピュリファイア戻るわよ。そうだな、偽装を返してくれた上司様に免じて私も引くとするわ。それじゃあ皆様お元気で。はあ、かえって混乱が大きくなっちゃった。そんな、誰か何とかしてよ。するが、まずはみんなの今の気持ちを聞いて回ろう。右押す、左押す、前進開始。わっ、すごいものを見つけたような。どんどん行きますよ。島風は速いぞ。何か島風艦隊の強化につなげます。装備のご確認ということでよろしいでしょうか。無敵猛動と称えられる艦隊の赤城と申します。どんな戦局でも乗り越えてみせますわ。ええ、あの方のためならば。詮索は歓迎します。それでもいいかしらね。本当にそれ、あら、新しいものがあるのかしら。それでいいの？それでもいいかしらね。どれにします？本当にそれでいいの？それでもいいかしらね。では使いましょうか。ご覧になってください。これもすべてご主人様のおかげでございます。お役に立てることが嬉しいのです。ユニコーンのこと、もっと知りたい。ユニコーン援護、頑張れ。強くなったよ。ユニコーン援護、頑張れ。
ロイヤルネイビーとしてキューブは厳重に管理すべきものと考えます。賛同する方は私と共についてきてください。未知の力、刺激的ですからね。ユニコーンはみんなと一緒に行く。うまくいく方の可能性にかけるのも大切ですわ。私は皆様のおそばで万事を見届けさせていただきます。こんな時どうしたらいいんでしょうか。陣営ごとに意見を出し合って決めて、それに合わせていく感じでしょうかね。きっとそれかな。だったら私のそばにいることには大いなる疑問があるわね。痛いところつかないでくださいよ。ジャベリンだって悩む時はありますよ。あっちはニーミちゃんと綾波ちゃんと、ロイヤルのみんなとは考えが合わないし、あーもうそれじゃしばらくはみ出し者同士でつるむとしましょうか。してやられたわね、赤木。そうね。調子が狂うから怒鳴り声の一つでも上げてくれない？わっ！どうしたの高尾ちゃん。少しは代わりを務められたか。十分だ。気遣い助かるぞ。先に言い出せばよかった。それとも獣王を導かないといけないのに、笑ってあげるからさ。赤城は前を向いていてよ。ねえ、あの子は？ここにおるぞ。まったく怖がっていなくなったりするものか。みんな揃いも揃ってだらしのない。これからのことは今からじっくり考えればよかろう。そうね、その通りよ。キューブ、多分食べられない。でも持っていて綺麗だと思った。捨てるなんてもったいない。姉ちゃんもきっとそう言う。キューブ、どういうものかよくわからない。そうね、いいも悪いもないと思うわ。それに生まれるものは兵器だけなの？もっといいものは作れないのかしら。結論を急がない方がいいと思う。何が生まれるのかちょっと興味あるけど。ううん、きっと大変なことになるよ。わかる気がするの。触れてはいけないものって世の中にはあるの。インディーちゃんを傷つける可能性が 1% でもあるもの、私はそれを許さない。お、ポートランドかっこいいな。私はキューブを使いこなす自分の姿が想像できないや。妹たちにもなんか笑われそうだし。キューブで手に入れられる大いなる力、しかしその力が使われていれば世界の均衡がたやすく失われる。そうだ、過ぎた力など必要ない。キューブは全て破棄するべきだ。
山城と雪風はキューブについてどう思いますの？何も考えられないです。面倒だから思考を放棄するぞ。それも一つの手かもしれませんがね。静観も大事ですわ。信じる。信じたいけど、ちょっと心が揺れてるよ。それは、綾波も一緒。合同大演習。綾波、中央のみんなのために頑張る。それだけ考えていたです。キューブって、すごく危ない代物だったんだね。私、考える力が足りなかったのかな。大丈夫です。今から、じっくり考えるといいです。ニーニが答えを出すまでそばにいるです。ありがとう。どうかしたの？ビスマルクさんの考えを聞かせてください。私の考え？さてどうだろうか。私は鉄血の持つ力を誰よりも信じている。しかしだ、鉄血の力では精霊にはかなわないのだよ。そんなことは。そう思う？この合同大演習の数日間だけで何回セイレーンの侵入を許したかな。それをなくすためにもビスマルク殿は偽装やキューブの研究を続けられているのだと思っていましたが。もちろんよ。セイレーンの技術まで調べながらね。ピュリファイヤーは私に期待しているようだが、あいにく私は生徒としては不出来でね。セイレーンの研究をすればするほど技術的な面で抵抗するのは不可能だと思うんだ。まさか、あの誤射は。そうよ。世界に危機感を与えたかっただけ。セイレーンについて他の陣営よりほんの数パーセント詳しいだけの私がどれだけ君たちより先を見据えているかとね。そろそろいいかにゃ。明石さんのアナウンス？まったく、揃いも揃って自己嫌悪によるトーンダウンから一方では自分語りと正直見ていられないにゃ。今の観戦たちの赤裸々な姿は放送事故ではあるが、あえて中継させてもらったにゃ。私たちには心がある。だから悩みもする。仲良くしようというコンセプトで始まった大演習も気づけば悩みのせいでぐっちゃぐちゃにゃ。この後はどうするにゃ。どうしたらいいにゃ。合同大演習を続行しましょう。お、答えてくれたのは島風にゃ。その心は？オブザーバーたちの一言二言でバラバラになるような弱い私たちじゃない。私は何度も助けられて今ここにいます。みんながみんなを助けてきた。だからキューブのことなんかも練習で楽しく交流しながら決めてしまいましょう。よく言ったにゃ。ではこれから全員にとっておきの情報を伝えるにゃ。これまでの練習でみんなが集めたキューブは
すべてまとめてとある海に隠してきたにゃ。どこの陣営にも所属しない国際航海で合同大演習の最終日スタートにゃ。かしこまりました。どちらをお選びになりますか？どちらの艦隊との戦いをお望みになりますか？少々難しいかと存じます。装備のご確認ということでよろしいでしょうか？後悔はするなよ。装備のご確認ということでよろしいでしょうか？あら、ベンチですか。赤木姉様、ちゃんとやってください。私は寛大ですよ。はいはい。装備のご確認ということでよろしいでしょうか？いいわよ。赤木、そなたの力を見せてくれ。行こうかしら。完されば最強の名、決して怪我しはせぬ。任せなさい。先生堂々と戦うにゃ。援護しよう。あれば憂いなし。あれ違う違う。逃がさないで。むずい。残念ね。ほーら沈めるわね。無事だ。残念。あとは任せるね。調子が良かったわ。もっと頼りにして良さそうよ。撃破おめでとうございます。どちらをお選びになりますか？明石のお願い聞いてほしいにゃ。毎度あり完成。毎度ありにゃ。どちらをお選びになりますか？私を選びたい？どうなるか分かっているのかしら？この赤木に何をお求めになるのですか？どれから潰しましょうか？あら、やけどが好きなのかしら？あなたの味でも休ませてもらう。ユニコーン様、一緒にお手伝いしましょうか？私に任せて。さて、参りましょうか。今時間も無駄にはできませんよ。ラジャー、任せておけって。それでは演習開始にゃ。演習に行ってあげるにゃ。
完了。やりましたね。まだ行けます。こちらへ。あれ、誰が来たのかしら。壊れたら出馬をさせるぞ。エンジンだ。全力で参ります。誰が抵抗していいって言って、まだまだ覚悟なさってください。そんなことが。この勝利に気を緩めずに参りましょう。このベルファスト、ご期待に応えましょう。あら、よかったですわ。あら、やけどが好きなのかしら。あなたが見たいのは誰なのかしら。いつでもお呼びくださいませ。作戦なら仕方ないか。またな。頑張るのです。私に任せて。作戦なら仕方ないか。私ですわね。またな。開始です。いつからそこに。仕方ありませんわね。正々堂々と戦うにゃ。援護しよう。させないで。皆様をお守りいたしましょう。逃がさないで。見切った。逃がさないです。これで決めるです。綾波たちならやれるです。何？敵の航空機が追加できてますよ。です。行くです。対空戦闘用意。見切った。やったのです。準備はできたのです。使えそうです。見切った。遅いです。敵がそこに来てます。任せて。援護しよう。鬼神の力、思い知るがいいで。鬼神流王妃。ダメです。ダメです。少し痛いわよ。受け取りなさい。目標はすべて達成したです。何者をも凌駕してみせましょう。あら、よかったですわ。あら、やけどが好きなのかしら。あなたが見たいのは誰なのかしら。では、お暇をいただきますね。その選択、後悔はするなよ。いいと思うにゃ。あなたが見たいのは誰なのか。またお願いしますわ。また後で。私に任せて。赤木姉様、ちゃんとやってください。私は寛大ですよ。あなたが見たいのは誰なのかしら。うん、任せて。行きますか。少し待つ。何か言ったかしら。リーファイ。うん、勝利の栄光はどちらが掴むかに。いや、入れなさい。行け。任せて。行け。誰一人沈ませないから。やるわね。行け。これはどうかしら。これは
誰一人沈ませないから。これも努力の結果だな。ですわ。あら、やけどが好きなのかしら。あなたが見たいのは誰？ではその選択、お暇をいただきますね。後悔はするなよ。いいわよ。アタゴ、背中を預けてよいな。アタゴ、よろしくです。またな。あなたが見たいのはやめときますね。また後で。私の装備を確認するの？なぜここに来たのでございますか。あれ、なんでここにいるの。一緒に遊ぶにゃ。身体検査を始めるにゃ。力持ちになったにゃ。あなたが見たいのは誰なのかしら。また後で。アタゴ、期待してますわよ。アタゴさん、ご一緒でき何か。悪くはないです。また目立っちゃうじゃない。優雅に休憩いたしましょう。準備はできてるわ。勝利の女神はどちらに微笑むかね。奮い立て、ですます。我の力を受けよ。させないで。奮い立て、逃がさないで。我の力、やったのです。敵航空機ですわ。遅いで。壊れたら修理してやるにゃ。全開で行くよ。切った。敵航空機を呼んでいたし、我の力を受けよ。遅いで。奮い立て、敵航空機ですわ。やるな。えい、壊れたら修理してあげるにゃ。全開で行くよ。遅いで。させないで。見切った。させないです。見切った。また来たにゃ。いざ。壊れた。鬼神の力、思い知るがいい。鬼神流奥義。そこまで。違いの力から来るか。あったのです。たとえコンパクのみとも。奮い立て、綾波たち、我の力を受けよ。逃がさない。弱者ではこの攻撃。奮い立て、壊れたら修理してあげる。我の力を受けよ。悪く思わないで。逃げられるのもない。させないで。我の力、魂ごと消し去ろう。受けてみろです。やったのです。こんなところで完全勝利です。ところでレベルって何？あら、よかったですわ。さあ、選びなさい。
あなたが見たいのは誰なのかしら。さあ、選びなさい。あら、やけどが好きなのかしら。あなたが見たいのは誰なのかしら。さようなら。あなたが見たいのは誰なのかしら。赤城様、ちゃんとやってください。私は寛大ですよ。あなたが見たいのは誰なのかしら。このベルファスト、全力を尽くします。両チームとも健闘を祈るにゃ。特別ですわよ。お助けいたします。お覚悟で。準備なら私の全力で毎日。はっ、行くぞ。綾波たちの…このようなところで…くらい…目標は全て達成した…です。もっと頑張れる。あら、よかったです。さあ、選びなさい。遠慮しないでどんどん買ってほしいにゃ。さあ、選びなさい。どれから潰しましょうか。あら、やけどが好きなのかしら。あなたが見たいのは誰なのかしら。その赤城姉様、ちゃんとやってください。私は寛大ですよ。私に任せて。沈めてしまいましょう。ちょっとだけ待ってね。そう簡単に倒れてくれるなよ。やればいいんでしょ。勝利の女神はどちらに微笑むのか。あたし頑張ってください。なんともないよ。くらえ、きっと。はい、それそれそれ。油断大敵ですわよ。大丈夫ですか。ジャベリンだかしくじっちゃった。次は痛い目に合わせてあげるわ。すっきりしたわね。強化成功。あら、よかったですわ。あら、やけどが好きなのかしら。あなたが見たいのは誰なのかしら。作戦なら仕方ないか。またな。お任せください。沈めてしまいましょう。少しリラックスしてはいかがですか。さあ、皆殺しに行こうか。戦闘開始です。それでは演習開始にゃ。なるほどね。見出すのね。はい、はい、お任せください。逃がさない。痛いのはそっちなのだ。痛みを感じない。もう逃げられませんよ。さよならと参りも沈ませないから。
すべてがもう次は私の番。沈ませないから。この勝利に気を緩めずに参りましょう。さらにお役に立てるようになりました。あら、よかったですわ。さあ、選びなさい。新しい商品を入荷したにゃ。完成にゃ。マイドアリーにゃ。完成にゃ。マイドアリーにゃ。さあ、選びなさい。あなたが見たいのはどれなのかしら。ヨークタウン型2番艦エンタープライズ着任した。敵には全身全霊を持って相対する。それが私の流儀だ。私の持っている勲章どれにするんだ。選んだ方がいい。違和感ないな。適当なものがあればいいのだが。違和感ないな。どれにするんだ。私に合っているだろうか。強くなる。もっとうまくから強くなることができたな。もっと強くな。もっとうまく体を動かせそうだ。さあ、選びなさい。あら、やけどが好きなのかしら。そうね、わかります。あなたが見たいのはどれなのかしら。通信設備も頑張るのです。任せてもらおう。お任せください。あなたが見たいのはどれなのかしら。エンタープライズ。私は寛大ですよ。どうやっても沈みそうにないな。はいはい。作戦開始です。イラストリアスもあなたと一緒に待ちますね。戦いなき世にするために。勝利の女神はどちらに微笑むの。どうなっても知らないよ。遅いです。えい、させないです。行き飛ばす。させないです。援護しよう。えい、それどうなっても知らない。遅いです。敵がそこに来てます。負けるつもりはないの。今の星には力が。全力で行きます。打ち抜け。綾波たちならやれる。みんなを守るよ。わー、覚悟を決めました。ちょっと離れますね。やったわ。待たないです。みんなを守るよ。
目標はすべて達成したです。これで今後の戦いが有利になるな。あら、よかったですわ。あら、やけどが好きなのかしら。あなたが見たいのは誰なのかしら。参りましょうか。クモさんでも観察しませんか。期待に応えてみせよう。それでは演習開始にゃ。勝利の参加を私に捧げなさい。造作もないことです。こちらに。これが最後となりますよ。造作もないこれで勝利に近づきました。造作もないこの程度ですか。あら、参ります。敵艦が増えてますよ。行けます。こちらこの程度ですか。こちらへ。あれ、誰が来たのかしら。任せて、死に込む。やるよ。援護しよう。お助けいたします。全力で参ります。全力で行きます。参りますよ。こちら行きます。この程度ですか。避難しました。どうぞ。ないか。準備完了。参ります。これが最後となる最良の結果です。後悔をしてももう遅いのです。やりましたね。素晴らしい。完全なる勝利ですね。努力の成果が出たようです。あら、よかったですわ。さあ、選びなさい。どれから始めるのかしら。鬼が出るか、蛇が出るか、ですね。何を変更しますか。
あなたのことを補佐しよう。なんだ？あまりそういうのは。設定を変えるのか？はね、島風セルンが。あ、どうも。なんだ塩らしい。先ほど短歌を切った島風はどこへ行ったのだ。勢い余ったんです。ダメよ、引っ込めないで。私たちだって島風の言葉でハッとさせられた一面もあるのだからね。そうだぞ、世は嬉しかった。長門様、キューブを堂々と集める我々の計画をご破算にされ、明石の独断でキューブはこの海域に隠されてしまった。あれは独断だったのですか？ああ、処分は免れないと言いたいところだが、おかげさまで我ら主催者一同もキューブについて他者と同じように扱いをどうするか決める段階へと放り出されたわけだ。お前たちはどうして？私たちは、正直なところ我々も決めかねておる。方針さえ決まればキューブの元へ向かうのだがな。私は全てのキューブを獣王が独占すべきだと考えていた。その私も参加者の一人に過ぎなくなったのなら話は別。姉様、機会は等しく与えられるべき。お前たちの意見を聞かせてくれ。もちろん今は演習中だからな。軟弱な声だったら遠慮なく却下させてもらうぞ。はい、この演習本当にしんどい。誰を確認するんだ？ではその選択。お暇をいただきます。後悔はするなよ。ユニコーン、頑張れ。誰を確認するんだ？いつでもお呼びくださいませ。ラフィ、お願いなのです。トイキ、了解です。従おう。ベスタル、よろしく頼む。ラフィ、お願いなのです。さあ、作戦を開始だ。ロードしてますから。迎撃するです。はーい、今行きますね。任せて。これはどうかと。どうしましょう。遅いな。見えているぞ。集中しろ。はっ。そこに見えているぞ。ここだ。まだまだ来るにゃ。畳みかけるぞ。壊れたら修理してあげるにゃ。これより殲滅にかかる。長門である。遅いな。役に立ちそうだな。畳みかけるぞ。ここだ。壊れたら修理してあげるにゃ。はっ、まだだ。使いどころ。さあ、無双の時間だ。敵の航空機は追加できてますよ。真の強さを見せてやろう。皆さんの活躍になど与えうっとりです。はっ、遅いな。この力使いこなしてほしい。遅いな。は楽しめそうな相手だな。戦場で最後の全力を見せてやろう。壊れたら修理してあげるにゃ。敵の航空機が追加できてる。弱者ではこの攻撃に耐えられない。遅いな。そやるわ。沈んでしまいな。見えているぞ。いただ
そこだ。はっ、攻撃の手を緩めるな。痛みを感じない。ちっ、この痛み必ず鬼神の力やるではない。思い知るがいいです。敵がそこに来てます。駆除しがいがありますわね。戦場です。鬼神流奥義。弱者ではこの攻撃に耐えられます。壊れたら修理してあげるにゃ。そこだ。沈めてあげる。そこだ。そこだ。これは準備完了。やるでは。沈んでしまいなさい。やるわ。そこね。逃げられると思うなら沈んでしまいなさい。やるではない。これはどうかしら。集中しろ。それで痛みを感じないの。弱者ではこの攻撃に耐えられます。ほら、それ、これがやるでは。逃げる時間などないぞ。これで当たった。終わりだ。命中だ。命中だな。次の手、真の強さを見せてやろう。いい、遅いな。差し上げましょうね。いい、まだ。そこだ。ほら、悪く思わないで。ちょうどいい。ほら、この鬼神の力、しっかり思い知るがいいです。しっかり痛みを感じない。逃がさないで。私の手のひらで踊れ。ほら、これはどうかしら。弱者ではこの攻撃に耐えられない。壊れたら修理してあげるにゃ。逃がさないで。敵の航空機がついてきてます。痛みを感じない。帰れると思うな。しっかり調子で行くです。生きた。前段発し。強き者をその目に刻むがな。かわいい。準備完了。そこの準備あるにゃ。後で覚えておれ。集中しろ。私が行こう。しっかり。これはどうかし。受けるがいい。命中だ。真の強さを見せてやろう。壊れたら修理してあげるにゃ。こんなことって、この経験を次に生かそう。修理がさらに上手になったにゃ。勝てた。信じられない。迷いながら戦っては神兵にも劣るか。いいえ、誇らしいわ。あなたたちのような傑物を輩出できて獣王の者として幸せよ。いつかは本気で戦わせてくれ。ちょっとカガ、獣の目に戻っちゃってるから。待たれよ。まだ神兵たちの意見を聞けていないぞ。島風、任せた。駿河、任せ。そっちもその気。おいおい。そのキューブのことは島風にはよくは分かりません。すごいものだということくらいしか。でもそういうものは管理を、そのみんなが納得をする形ですればいいと思います。そうだ、キューブを管理する委員会を組織するというのはいかがでしょうか。そして手に負えなくなったら破棄と解散も視野に入れます。キューブのために争うのではない。これが話し合いの大前提になるはずです。そのためなら獣王、いいえ、私と島風が主導で賛同する者を同志にし、反対する子を説得する、これしかないと思います。素晴らしいわ。ではその意見を掲げましょう。駿河、いいところ持ってったね。我らは島風と駿河両指揮官の傘下に入る。この後の指揮も任せたぞ。
誰を確認するんだ。ジャベリンです。どうぞよろしくお願いします。あれ、気になる子の前でどうしていいかわかんないって顔してる。わかった。予定は計画的に立てることだ。設定を変えるのか。予定は計画的に立てることだ。新たに追加された物語があるようだ。予定は計画的に立てることだ。